始まりました。弁当チャンネル。ハロー、サスケです。あごげんだ。お団子。どれだぞ。これずっと黙ったんですけど、ほう、身長伸ばしたいと思っている人が世の中にたくさんいると思うんです。はいはいはい。特にさ、少年たち、身体測定の時とかね、少しでも伸びてればいいとか、うん、思うでしょ、はい。思います。ここでね、私が昔やってた、5分あれば瞬時に2センチ伸びる裏技っていうのを、これできたらすごいよ。身体の仕組みとして無理でしょ。今から証明します。マジで。俺ずっとやってましたよそれ。それで結果出てた。結果出てるから今やるんです。実際今ここに作ったんで身長測る機械を、はい、機械なの。だ今ちょっとこれで測ってちゃんと測んなきゃいけないから、はい、上から行くよ。挟んでも上から行きます、うん、せーの。割れる割れるから頭蓋骨。167.8?7.8 ぐらいだね。167.8 だな。瞬時に伸ばすわけだから。あ、まあね、あんまり時間かけてもしょうがないよね、うん、だったら、はい、じゃあ体重測定しますよ。で、自分の番が来るまでの間、そうそう、2人一組になってもらって、はい、やっぱこの引っ張り合いが大事なんだよね。あ、なんかこうやってやる。そう、これも信頼で成り立つやつね。そう、あ、きっちい。これ詰まってる骨をバラバラしてます今。おー、すごいすごい。あー、すごいね。あ、よいしょ。この段階で多分5ミリは伸びてる。ほんとに見てる。裏技。裏技。立つときに、こう足開かないでください。はいはいはい。こう。閉じるの。はい、入ります。今速攻性すごい。これで伸びてた。そうそうそう。これ一回。わあ、見て。ほら。一センチ伸びてる。100.8 だよね。実際。マジじゃん。マジじゃん、これ。もう一センチ。はい。早いよ、今。で、多分もっと若い子とかはもっと柔らかいからな、骨とかも。そうそうそう、もっとグッて伸びる。それこそ2センチありえるよ、うん。ポロシャツが今何センチですか。そうですね、176っすなんでこの目線なんだろう。じゃあ実際の身長測りましょう。測りましょう。はい、155.4。ストレッチします。ほう、単純に腰を伸ばします今。はい、体が柔らかくないと、まず痛い、ちょっと伸び、痛い逆サイド、もう、そうそう、伸びる限り。伸びろ。はい、変わったストレッチやる。いや、また割りじゃねえか、これ。こう伸ばしますから。で、うつ伏せになってます。ここから足を伸ばしていくんで、ちょっと待って、そんな原始的な。あれ、漫画のやつじゃないですか。いや、漫画じゃないですか。背骨がやっぱ曲がってる、基本。あ、猫背になりがちなんですよ。いやいや、これでまっすぐ。女子プロじゃねえかよ。いや、これ筋肉まで見たわ、これ。別室なんですけど。別室？で、上のもそうなんです。これ掴むところあるんで、これ掴んでいただいて、ぶら下がってもらっていいですか。あ、ちょっと助けて、怖い。プロの人。伸ばす。それ伸ばしてんすか、今。伸ばします。楽しみ。すぐ。よし、はい、行きましょう。155.1。質問コーナーにお答えください。タイムマシン作ってください。おばさん試してみてください。はい、いいですね。